開封の儀いやもうさこの開封の儀がさ一年で一番さワクワクする瞬間じゃないでも世間的に見たらおー 世間的に見たら数年に一度の快感なのかなおー、やっちゃったやばい。やばい。やっちゃったやばい。はー、やばい。え、これさ、パカって開けたらさ、あのさ、カメラ、でっかいカメラがさ、またついてんでしょえ、それ考えたらやばくね <laughs> もうめっちゃ緊張する。はい、じゃあ開けていきます。開けていきます。はーい。3。 2 1やば。え、やばいやばいやばい。え、めっちゃテンション上がるやつ。カメラでかえ、カメラの存在感、やばくない,いや、つか、カメラが本体じゃないこれ誰かさんが言ってたような気がするけど、まあそれは気にせずに。え、やばい。えー、すごい。でもカメラが本体じゃん。やば。<laughs> やばい。ええー、めっちゃやばい。え、めっちゃ興奮する。はあえー、なんでさ、こんなさ、裏返したのかっていうと、この、もうさ、キラキラすぎて、家が反射して、あの、個人情報丸見えだから。うん、ごめんね。<laughs> はい。初期設定やデータ移行、全部完了しました。今、使えてます。 いやさすごいね、これ。つかさ、発売日に初めて手に入れられたから、それがめっちゃ嬉しい。いやなんかさ、データ移行とかがね、さっきめっちゃ手こずって、もう何時間もかかったし、データ移行した後に、あの、新しい方のね、この14 Pro の方が、ちょっとね、画面が真っ暗になっちゃって、なんかちょっと Apple の公式ページで、そうなった時の対処法ググって、 で、ちょっとそれ対処したら今一応使えるようになって、で、そこから全部初期設定とかやって、データとかも全部移行できて、今使えてる状態なんですけど、いや、もうめっちゃいろんなものに手ぼずったから、ちょっと、いや、発売日にバーンって、なんか終わらせることできなかったな。発売翌日に使えるようになりました。発売日に手に入れたけどね、でも発売翌日に使えるようになりました。 じゃあ、これから、この iPhone を1年間使っていきます。1年間、よろしくお願いします。あの、毎年 iPhone 買い替える派だからね。そう。だから1年間なんだよね。長く使っても <laughs>。今使ってる13もさ、発売日にゲットできなくてさ、1ヶ月後にさ、手に入れられたから、言うて11月、11ヶ月くらいしか使ってない。1年も経ってない。 から、このサーティーもちょっともったいないから、このまま通っておいたりとかしても、い、もう近いうち、売り払おうと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。